これからいよいよ US ヘビー級のタイトルマッチを迎えるわけでありますが、ここで全日本プロレスオープン選手権ニュース第5弾をお伝えしてまいりたいと思います。ファンの皆様が熱望しております外人の参加選手でありますけれども、各テリトリーのチャンピオンたちも出揃いました。やがて開催準備委員会より最終的に参加選手の発表があろうかと思われます。ドリーファンクジュニア、ハリーレース、ダスティーローダス、こういった選手の内定がほぼ決まったようでございます。それから日本選手ですけれども、山田さん、先ほどリング上でマイティーの上、ラッシャー木村選手らの正式発表がありましたですね。そうですね、参加を表明したようですね。参加を表明したということですから、まあ、いろんな条件があるわけですけれども、これはもう国際プロレスの主力選手でありますから、もう間違いないでしょうね。はい、いよいよ面白くなってまいりましたですね。そうですね、この結果、当オープン選手権大会は世界的にも、あるいはまた国内的にも、その趣旨の通り各チャンピオンたちの実力を競い合う場が提供されたわけでございます。つまり世界のプロレスラーの中で誰が一番強いのか、チャンピオンオブザチャンピオンズを決める一大イベントと言えるわけでございます。また国内的にも、これまでのあらゆる挑戦にも決着をつける場が全て整ったと解釈してもいいのではないかと思われます。山田さんね、開催準備委員会もてんてこまいの忙しさのようですけれども、努力の結果賞がですね、いよいよ身を結ぼうとしてますね。そうですね、はい。全日本プロレスオープン選手権のニュース第5弾をお伝えいたしました。さあ、リング上でございます。いよいよ US ヘビー級のタイトルマッチ、最初にジャンボ鶴田、チャレンジャーのジャンボ鶴田が登場してまいりました。さあ、今ゆっくりとアブドラザ・ブッチャーの入場でございます。試合に先立ちまして、日本テレビよりチャンピオンのアブドラザ・ブッチャー、そしてチャレンジャーのジャンボ鶴田選手に花束の贈呈が行われております。レフリーは先ほどと同じように NWA のオフィシャルレフリー、ジョー樋口さんです。タイトルマッチ宣言が今行われます。さあ、山田さん、今認定証の声明文が読み始めたわけですけれども、その声明文をもうすぐに金繰り取って破ってしまいましたね。そうですね、まあまあ大体の無茶苦茶な人ですけれどもね、とにかくね、桁外れですね。そうですね、いよいよ60分の3本勝負、1本目の勝負、ゴングが鳴りました。チャレンジャーの世界の星、ジャンボ鶴田であります。ジャンボ鶴田がチャレンジいたします。このアブドラザ・ブッチャーとのシングルマッチは2度目、北九州で相まみえましたけれども、血みどろにされたジャンボ鶴田が幸運にも反則勝ちを拾いました。2回目の対決になっておりますが、今度は US のヘビー級のタイトルをかけておりますだけに、責任は非常に重くなります。ジャンボ鶴田です。先制のパンチを見せました。がっくりと組み合いました。下から潜り込んでエルボースマッシュ2連発、これは効きます。さすがのアブドラザ・ブッチャーも後ろに下がりました。3連発、4連発、エルボースマッシュをかなり連続して出してますね。そうですね、あっと一瞬の隙をついてマッハのタイミングから繰り出すアブドラザ・ブッチャーのエルボースマッシュです。さらにセカンドロープから場外に放り投げました。アブドラザ・ブッチャーです。フロアに落ちました。ジャンボ鶴田、まあ、7度目の対決でデストロイヤーとの7度目の対決、テレビジョンの方でもお伝えしましたが、大阪のあの真昼の決闘ザ・デストロイヤーから10月12日に奪い取った US ヘビー級のタイトル、まあ、嵐のように奪い取ったという感じが強かったんですけれども、さあ反撃に出ます。ジャンボ鶴田が反撃に出ます。しかし、まあ、このアブドラザ・ブッチャーはザ・デストロイヤーから綺麗な試合でダッシュしたとは言えませんでしたね。そうですね、非常にあのダーティーファイトだったね。はい、そうですね。しかし、まあ、それがこの人の本領ですからね。その後も数々日本列島各地、このジャイアントシリーズは後楽園を皮切りに四国、九州、そして、まあ、東北と歩いて、甲州路と、まあ、来ましたけれども、日本列島アブドラザ旋風を巻き起こしました。そのブッチャーであります、ジャイアント、ジャンボ鶴田が行きます。ジャンボ鶴田が行きます。ザギザギに刻まれました額にパンチを打ち込みました。今日のジャンボはですね、はい、もうキックとパンチ以外に使ってませんね。そうですね。しかしそれにしても、あの、ブッチャーのエルボーバットは強いですね、はい、強いですね。しかもね、あの肘打ちですね、本当に
ジャンボが5発打った後の一発が怖いですね、はい、そうですね。あっと狂気シューズで喉元を突き上げます。これが新兵器です。今回の来日の新兵器、アブドラザ・ブッチャーであります。狂気靴の喉突き連発であります。3連発ぐらい行きましたかね。そうですね、のたうち回るジャンボ鶴田であります。1本目の勝負しないと。サンダーサイドからのヘッドバット、黄金の頭突き爆発であります。この波状攻撃、狂気シューズのキック、それからヘッドパットですね。もう本当に間髪を入れてきますから怖いですね。今度はそのまま顔面に狂気シューズを打ち込みました。ちょっとジャンボ鶴田が劣勢になっています。危ないですね。どんどんついてきますね。どんどんついてきます。今度は後ろに回った、あっと背中に頭突きを見舞いました。アブドラザ・ブッチャーであります。もう一回トランクスを引っ張っておいて反動にして背中に、いや背中というよりも腰骨ですね。そうです、腰のあたりをつきました。すごい雨、鈍い音ですね、激しい一戦です。 US ヘビー級のタイトルマッチ。さあ大きくロープに飛ばしてショルダーアタックだ。打ち勝ったのはアブドザブッチャーだ。髪の毛を掴んでもう一回立ち上がれます。大きく投げてます。ボディースラムだ。そして得意のジャンピングニードロップか、エルボードロップか、いった、ジャンピングエルボードラップ、喉元に炸裂、そのまま抑え込んだ。カウント3、カウント3、ニューチャンピオン1本取りました。アブドラザブッチャー先勝であります。あの波状攻撃は防げないもんですか、山田さん。しかしね、予想以上にねブッチャーが強いですね。もう全くオーソドックスな攻め方できましたね、はい、1本目。そうですね、完全に彼のねいわゆる戦術ですね、はい、タイトルダッシュが非常に難しくなりました。全然ねエキサイトしてないですよ、今日は冷静にやってます。ね、これは怖いですね、はい、まだ出血の量もいつものブッチャーと比べますと少ないですからね。まだほとんど出てないでしょう、一筋タラッと流れましたがね、まだドロドロとは流れておりません。アブドラザ・ブッチャーです。 US ヘビー級の60分の3本勝負、1本目はアブドラザ・ブッチャーが先取いたしました。スコアの方は1対0です。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は蔵前国技館より全国31局を結んでお送りしております。60分の3本勝負、 US ヘビー級のタイトルマッチ、アブドラザ・ブッチャー先勝であります。さあ山田さん、いよいよ2本目ですけれども、あくまでもジャンボ鶴田は焦っちゃいけませんね。そうですね、しかしね今日のジャンボはやはりタイトルマッチということがあってですね、はい、非常にあの何かねおどおどと戦ってますね。なるほど、いつものハツラッとしたジャンボぶりが見られない。そうですね、はい、今エルボースマッシュを見舞う2連発、これは効いたぞ、これは効いたぞ。ゆっくりと後ろにゆっくりと下がります。ブッチャーだ、倒れ込んだ、ブッチャーダウン、ブッチャーダウン、エキサイトするジャンボ鶴田であります。ストンピング、ストンピング、これがいいんですね。そうです、はい、これはいいですよ。以前の試合でもこのストンピング攻撃、雨嵐のように打ちまして功を奏しました。額に打ち込みます、額に打ち込みます。素晴らしい跳躍力、このバネを見てください。世界の星ジャンボ鶴田、素晴らしい跳躍力です。切れましたね、アブドラザ・ブッチャーのザグザグと割れた額が切れました。期待が切れました。ドクドクと血が引き流れ出ます。素晴らしいストンピング、素晴らしいストンピング、場内大合唱であります。超満員の蔵前国技館、素晴らしいストンピングの連発、連発、血が出る、血が吹き出す、ダウンか、ダウンか、ダウンか。ブッチャーがだんだん横になっていきました。ブッチャーが横になっていく、もうダウン寸前だ、グロッギー寸前だ。サードロープに額を乗せます。
お客さんの反応を呼び込みます。世界の星ジャンボ鶴田2本目の勝負、どうやらペースを掴んだようです。ジャンボ鶴田激しいストンピング、ストンピング1本です。ストンピング1本、他は何もしません。顔面に、額に、脳天にストンピングを打ち込む。ジャンプ1番ロープのリバウンドがあります。激しいストンピングです。激しいストンピング、完全にグロッギーになりました。アブドラザブッチャー2本目チャンスですね。そうですね、やはりねこれはね一気に攻め込むべきだと思います。はい、現在スコアの方はアブドラザブッチャーが先勝しております。なんとか返さなくてはいけません。ただね、用心しなくちゃならないのはあの、はい、反則で勝ったんではですねタイトル取れませんからね。そういうことですね、あくまでもタイトルマッチですからね。そうです、ホール勝ちがないといけません。あとまたしてもキャンバスに沈みます。キャンバスに沈みますアブドラザブッチャー。しかしこのままの状態が続いてですね、はい、ノックアウトになればですね純粋なホールと一緒ですからね。そういうことですね、はい、レフリーがねもうダメだと判定したらカウント始めるでしょう。そういうことですね、キャンバスにだんだん横になります。激しいストンピング攻撃、あるいはもう50発以上打ったかもしれません。そのまま抑え込みに行く。カウントはカウント2だ。ジャンボ G カウント2です。カウント2です。しかしかなり出血がひどいアブドラザブッチャーであります。まだ効いております。ロープのリバウンドを利用してまたしてもストンピング、激しく打ちます。ジャンボ鶴田激しくストンピングを打ちます。またしても額に打ち込みました。最後のストンピングはとどめになるかどうか。まだカバーには入りません。まだカバーには入りません。まだ足りないですか山田さん。そうですね、このねブッチャーのタフネスはですね、はい、まさに超人的ですからね。そうですね、まだまだ力持ってますよ。ゆっくりと体を起こす。逆回転になりました。ゆったりと倒れ込みますアブドラザブッチャー。アブドラザブッチャー、ブッチャーの血です。すごい形相、しかし隙を伺ってますね。そうです、まだね目がね死んでないですね。そうですね、まだ目は生き生きとしてあります。滴れ落ちる流血であります。すごい形相になりましたアブドラザブッチャー。額の部分に今度は拳です。上から大きくハンマーパンチを見舞いました。拳を打ちつけます。拳を打ちつけるアブドラザブッチャーの額、顔面にタラタラと流れ出ます血。激しい流血です。今度は噛みつきに行った。噛みつきに行きます。ジャンボ鶴田激しい噛みつき攻撃、カウント2でやめました。カウント2でやめました。返り血を浴びたジャンボ鶴田の顔面であります。あんまりねああいう攻撃を深いにすると危険ですね。そうですね、冷静になってほしいですね。体がだんだん起き上がりましたアブドラザブッチャーです。深く迎えとった。あっといった、もう一発。あっと今度は顔面腹っ柱に狂気シューズが突き刺さりました。放り投げる、場外に放り投げました。またしても生き返るアブドラザブッチャー。出ましたね外へ、場外に行きます。ニタッと笑いました。早かったですね。早かったですね。あれだけ打たれておいてですね、そのまま場外にものすごいスピードでジャンボ鶴田を追いかけます。すごいアブドラザブッチャーです。すごい続き一発出ましたね。出ましたね。スコアの方は1対0、ニューチャンピオンのアブドラザブッチャーが1本取っております。チャレンジャーのジャンボ鶴田、激しいストンピング攻撃で、このストンピング攻撃が功を奏するかと思われましたが、一瞬の隙をついて反撃に出るアブドラザブッチャーであります。すごい強靭なスタミナ、大きくロープに飛ばして、あっとそのまま決まったぞ、決まったぞ、フライングボディシザースドロップ決まった。これは決まりました。1対1、1対1です。ボディシザーズドロップですね。シューですね、完全にブッチャーの強つきましたね。はい、シュー戦法構想しました。これはいかにもジャンボらしいですね、そうですね、本当にバネの力を利用した、はい、本当にタイミングのいい、はい、本当のジャンボのフォールですね。これは見事な勝負でした。1対1のタイスコアになりました。それにしましてもよくあそこで、飛びましたですね、あれはやはりね若さのジャンプ力の勝利ですね。はい、あのアブドラザブッチャーの太い腹に自分の両足をまたぎまして、ボディシザースドロップを決め込んだわけでございます。スコアの方は1対1となりました。これでタイトル奪取の望みも出てきたわけですね。十分出てきましたね、はい、いよいよ最後の3本目であります。勝負はいよいよ3本目であります。さあ何
なんとかして、世界のジャンボ鶴田に頑張ってもらいたいですね。山田さん、やはりブッチャーの盲、ね、点というのはですね、ああいう急戦法を食うことだったんですね。あったわけですね。力に対する力で言ってもやはりダメですね、はい、3本目またしても先制攻撃、チョップ攻撃であります。ジャンボ鶴田、はい、完全にジャンボの技の勝利だったね、テクニックがラフを制した一瞬、はい、そう言っていいでしょう。そうですね。空中同時目落とし、フライングボディシザースドロップで1本取りました。1対1のタイスコア、いよいよ3本目です。あった、ものすごいエルボーですね。すごいですね。強烈です。もうとにかく言葉で表現のしようがないですね、あの強さは。はい、腰から落ちました。ジャンボ鶴田、顔が歪みます。今度はナックルパート、拳も大きい、拳も大きい。アブドラザブッチャー、近いところからヘッドバットを見舞いました。正面からのヘッドバット、後ろにひるむ、そして変わり込む隙をつきまして、もう一発パンチを浴びせました。アブドラザブッチャーです。ブッチャーも必死、何としてもデストロイヤーから嵐のように奪い取った US のヘビー級タイトル、これを守りたいところでしょう。おっと、ジャンボ鶴田が、ジャンボ鶴田がコブラツイストに入ります。コブラツイストに入る、ロープには逃れることができない。リングの中央だ、いい位置ですね。コブラツイスト、非常にいい位置、腰を落とすコブラツイストだが、あっと、大きな腰で長い飛ばした。ニタッと笑うニューチャンピオン、アブドラザ・ブッチャーであります。あの腰はまた巨人ですからね、山田さん。そうですね、しかしね、ブッチャーねちょっと動きが鈍くなりました。なるほど、おそらくねスタミナが相当ね、おっと、持ち上げるか、持ち上げるか、キャンバスにぴったりと足をくっつけるアブドラザ・ブッチャー。若いジャンボが何としてもこのアブドラザ・ブッチャーを持ち上げて、トップロープから場外に一度も放り投げてみたいということを言っておりました。しかしキャンバスに足をくっつけられました。大きく投げ飛ばす、大きく投げ飛ばしました。抱え投げ、肩までは持ち上げることができませんでしたけれども、あのブッチャーを投げ飛ばしたのはこのジャンプするたしかいないでしょうね。そうですね、激しいストンピング、リバウンドをうまく利用しましたね。そうですね、またしてもストンピング攻撃だ。タイトル奪取の可能性がだいぶ出てまいりました。3本目の勝負です。キャンバスに寝転んでいるアブドラザ・ブッチャー、あーっと、しかしゆっくりとむっくりと浮き上がる。危ないぞ、深追いは禁物だ。鶴田、深追いは禁物です。ちょっと距離を置かないといけませんね。そうですね、1メートル2メートルの距離がありますが、この辺りが冒険的と言いますか、ね、もう少し自分が攻めていった時にもっと続けなきゃダメですね。なるほど、そうですか、ちょっと見過ぎですね。そうですか、相手の動きを伺っております。世界の星ジャンボ鶴田、ブッチャーが立ち上がる、ブッチャーが立ち上がる、正面からいって、おっと、人間風車の体勢に入るぞ。ダブルアームスープレックスだが、これは無理でしょう。手が回らないですね。あった、腰を折られました、腰を折られました。ジャンボ鶴田、全くあの太い胴に腰が回らなかったですね。そうですね、やはり立体殺法を試みようとするジャンボ鶴田、この辺り若さでしょうね。あ、後ろから危ない、ちょっと油断がありました。場外に放り投げられました。ジャンボ鶴田、3本目の勝負です。なんとか立ち上がらなくてはいけない。カウントが続く、2カウント3だ。10カウント内にリングの中に入らないといけません。あれが聞こえているのかどうか。ジャンボ鶴田、今一旦起き上がったが、どうだどうだどうだ、今起き上がりました。エプロンに手をついた。カウント7まで行っています、カウント7まで行っています。あと、ゴングを要請した。10カウント内でリングに入ることができなかったわけですね。今エプロンに手はかかったんですかね。エプロンに手をかけましたが、この辺りは微妙です。私はカウント7と言いましたけれども、カウントアウトですね。正式な今コールが行われております。あと、アブドラザ・ブッチャーが何やら瓶をつかみました。勝負は決まっております。タイトル防衛なりました、アブドラザ・ブッチャーであります。 BWF 認定の US ヘビー級のニューチャンピオン、アブドラザ・ブッチャー、世界の星ジャンボ鶴田のチャレンジを受けましたけれども、タイトル防衛であります。いや、山田さん、なんとしてもダッシュしてもらいたかった。今日1万2000人入りました、この熊谷国技館のお客様もジャンボ鶴田に期待していたんですけれども、とうとうダッシュできませんでしたね。ちょっとね、ジャンボがですね、はい、不用意にね、後ろを見せたところ、はい、体当たりを食って落ちてしまいましたね。そうですね、ちょっとジャンボ鶴田の様子が分かりません。ジャンボ鶴田の様子が全く分からなくなりました。もうリングサイドのお客様は総立ちでありまして、場外に放り投げられました。ジャンボ鶴田の様子は全く分かりません。相当ダメージは大きいようでございます。
相当ダメージは大きいようでございます。チャンピオンベルトを再び巻きつけました。アブドラザブッチャー、おっとマイティ井上選手、ダッシャー木村選手も入ってまいりましたね。そうですね、先ほどオープン選手権の参加を表明しています。そしてアブドラザブッチャーもオープン選手権に参加が内定していますので、おっとダッシャー木村選手に投げかかりましたね。そうですね、オープン選手権であるいはこの2人の対決もあり得ます。大混乱になりました。あっと息を吹き返したジャンボ鶴田選手ももう1回入ってまいりました。タイトルダッシュはなりませんでしたが、ジャンボ鶴田かなり興奮しております。リング上はダッシャー木村、マイティ井上選手も入っております。マイティ井上選手も入っております。まあ、オープン選手権の話題、先ほど参加を表明いたしました。この国際プロレスのダッシャー木村、マイティ井上ですけれども、アブドラザブッチャーも先ほどから繰り返しておりますが、オープン選手権参加が内定しておりますので、この国際プロレスの2人との対決もありはありえますね。そうですね、いやしかしね、鶴田君 ね、残念そうですね、男泣きですね。そうですね、今リングの中央に再び立ちましたジャンボ鶴田ですけれども、男泣きに泣いております。やはりね、ジャンボとしてはね、今日のあの油断をね、大きな反省としなきゃいかんですね。そうですね、もうどんな敵にもやはり後ろを見せたらダメですよ。特にね、ブッチャーのように動物的な勘の鋭いですね、選手に対してああいう風にね、偉大さということは、これはもうやはりジャンボの、ね、大きなミスですね。なるほど ね、これをね、いい反省点として、今後の飛躍につないでいかなきゃいけませんね。はい、まあ、今年に入りましてね、山田さん、4月のディック・ザ・ブルーザー、6月のボボ・ブラジル、7月のクリスソン・エリック、8月のキング・イアウケア・ラモス、まあ、こういったラフファイターとですね、相交えまして、このラフファイトにも大きな自信をつけたジャンボ・鶴田ですけれども、さすがにアボダンザ・ブッチャーの前には敗れましたですね。そうですね、むしろあの北九州の試合の時よりも、はい、今日の試合の方が、ジャンボとしてはですね、やはり硬くなりすぎてて、はい、実力を全然発揮できなかったと、はい、まあ、わずかに2本目ですね、見せたジャンボらしい技、これが一つの救いですよね、はい、まあ、本当に惜しいチャンスだったんですよね。そうですね、タイトル防衛いたしましたアブドラザ・ブッチャーです。このアブドラザ・ブッチャーは12月に行われますオープン選手権にも参加が内定しておりますので、また一波乱ありそうであります。それでは今日は超満員の蔵前国技館からこの辺でお別れをいたします。解説の方は山田隆さんでお伝えをいたしました。それでは全国のプロレスファンの皆様、さようなら。